ごいじゃん、あんた、そんな大きに立派になって、大丈夫かいな、あんた。すごいな。ちゃうやん。おかみやん。ごいじゃん。行ってくんで。バイバイ。こんにちは。こんばんは。ニューロック劇場へようこそ。ございます。はい、今日は8の日、一応ゴッド系が強いお店に来てるんですけど、もう続々と車が来てますね。すごいですね、相変わらず。今日も全部抽選勝負になると思うんですけれども、前回 VS が前代プラスやったようで、もしかしたらまた今回もあるのかなっていうことで、まあ、花火か VS ワンチャンあるんじゃないかなってことで、花火 VS で、もしも間違って抽選が良すぎたら、久しぶりに凱旋行ったろうかなと。まあ、そんな意気込みで今日は頑張っていきたいと思います。はい、それでは最後までお楽しみください。すいません。ちょっとね、人が多すぎるんで、恥ずかしいからね、コントできない。すいません。いってきます。すいません。よろしくお願いします。Thank you.
Thank you.
Oh.
悪夢を見ていました。どうもお疲れ様でした。悪夢のような一日でした。花火って難しいっすね。いや、スロットって難しいです。途中まではね、5の可能性が6割を占めてて、結果3000ゲーム超えたあたり、3000ゲー、2000ゲーム超えてから本性が見え始めましたね。ほんとツンデレの花火でした。まあ朝8のつく日暑いお店行って、まあ抽選が全然話にならずに、で木の目星をつけてたこちらのお店に移動したんですね。まあこのお店は昨日がイベントなんですけども、継続は力なりというスローガンを本日掲げていらっしゃったんで、まあ、ジャグラーとか花火とかバーサスとか出置きね、腰ぐらいあるかなと思って期待してきたんですけど、見事にいませんでした。やっぱり自分が思うには、まあ、最高設定が入れてるかっていうのが一番大事なところで、まあまあ昨日のデータ見て5、6あるんかな、5かな、斜め風鈴どんなやったんかなとかね思ってたから、まあね、5か6かってとこで、昨日イベントやからもしかしたら6のちょっと弱かったやつかなと思って振ったんですよ。継続は力なりってことでね。まあでも結果、まあね、わかんないですけど1の可能性の方が大きいし、何しろハマるんでね、本当に難しいですね。はい、疲れました。またお会いしましょう。お疲れ様でした。Thank you.